紙が乗るって。はい、じゃあ車は前に出します。報道の方すいません、こちら報道の方あまりの間に入らないでください。危ない、ちょっと来たらこれ開けてください。皆さんこんにちは、元気ですか？体調ものすごい悪いんですけど、頑張っていきます。お願いします。ちょっとね、誰がこれ風船協力してですか？風船。こんな日曜日に、まあデモやってるわけですけど、嫌になっちゃいますね。こうなったらもうちょっと日曜日どっか買い物行ったりとかいろいろしたいと思うんですけど、ただまあそんな日曜日を潰してまで、まあこのパレードしたいってことは、まあ何か伝えたいメッセージがあってるから来てるんですよね、皆さん。そうですよね。何を伝えたいかって、憲法守れとか安保法制廃止とかいろいろあると思うけれども、今回は7月に参院選挙があるってことをみんなに伝えようってことでこのデモやってます。大丈夫ですか？それはみんなで4月に参院選挙、もしかしたら衆議院選挙もあるぞってことを全国で伝えるためにこの行動があります。皆さん盛り上げていきましょう。すいません、僕出しゃばっちゃって趣旨とも違いました。すいません、若者憲法集会実行委員会のプラスです。イエーイ、ありがとうございます。さっき公園で集会を開けなかったので、このデモについて今さっきもちょっと説明してもらったんですけど、紹介したいと思います。今日は昼間に有楽町で集会を開いて、全国から1100人の若者が参加して、このデモにも参加してくれています。また、日本共産党参議院議員の平良子さんも、このデモに参加してくれていることをご紹介します。7月参院選まであと2ヶ月を切りました。18歳選挙権で新たに240万人の有権者が加わる中、政治を変えるために、未来のために、自分自身のために投票することを多くの若者に呼びかけようと、今日のデモを企画しました。昨年9月、安倍政権は多くの国民の反対を押し切って、安保関連法を成立させ、日本国憲法の平和主義、民主主義、立憲主義を踏みにじりました。今年1月、安倍首相は夏の参院選で自民公明両党や改憲勢力で憲法改正の国会物議に必要な参院の半分の2議席を目指す考えを示し、その後も在任中に改憲を成し遂げたいと発言しています。日本国憲法はこの国の最高法規です。そして主権者は国民であると謳っています。その憲法を無視するということは、私たち国民を無視しているということです。そんな安倍政権の下で憲法が変えられてしまったら、私たちの命や自由が脅かされることになるのは明らかです。改憲の理由を現実に合っていないからなどと言いますが、憲法にのっとった政治を行ってこなかった結果が今の現状を生み出しているのだと思います。政治は政治で勝手にやってくれ、私は私で生きていく、そんなことはできないんです。なぜなら政治は私たちに向けて行われているからです。憲法12条には私たち国民のやるべきことが書いてあります。憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。つまり自分の自由や権利を守るためには、他人任せ、政治家任せにしてはいけないということです。では具体的に何をすればいいのか、今日のデモもその行動の一
っています。たった一票で何も変わらない、そう思うこともあるかもしれません。投票に行くか悩んでいるのなら、なぜ自分が投票に行くのか、あるいは行かないのかを考えることから始めてもいいと思います。その一票をどう扱うかをめぐって、自分が何を政治に求めるのかを考えることは、民主主義を醸成する大事なプロセスです。これまで投票に行かなかった20代30代も巻き込んで、誰もがおかしいことにはおかしいと言える雰囲気を選挙までに作っていきましょう。そして7月の参院選で、あなたの私の一票を投じ、私たちの力で憲法を無視する政治を終わらせ、民主主義を取り戻しましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあコールいきますか、皆さんいきますか。ゆでと初めてやります、このコール。じゃあいきます。時間次に4月に参院選挙あるってことを全員に伝えていきましょう。いいですか。行こうよ。
11月は参院選挙、政治を変えよう、政治を変えよう、政治を変えよう、未来